明日明後日の開運アクション上級編、それは選ぶ送るということです。皆さんこんにちは、スピーチャーリッチサンディです。今日もありがとうございます。日程が迫っています。すいません、告知させてください。12月27日月曜日夜9時からツイッターでギネス世界記録に挑戦します。来春角川さんから出版する僕の初書籍を記念して、親子関係についての世界記録をこの YouTube の視聴者さんと取ります。今回参加していただいた方には参加者しか受け取れない、今後も一切販売や発表することがないプレゼントをご用意しておりますので、ぜひ動画概要欄のコメント欄から参加申請してください。あ、そういえば何か違うことに気づきました？ん？何が違うんだろう？気づいた方はコメント欄で当ててみてください。あえて何が変わったか僕の方からは今回言いませんね。はい、さてさて、明日12月17日と明後日の18日は今月2回目の2日連続の一粒万倍日がやってきます。連続で開運日が来る今回はさらに運気を高められる絶好のチャンスですので、今日もおすすめの開運アクションなど開運日を効率よく過ごして願いをスルッと叶えるお話をしていきたいと思います。ぜひ今日も最後までご覧になってください。はい、ということで今日はまずは明日明後日の一粒万倍日がどんな特徴のある開運日になるのかという話をして、次に今回の一粒万倍日におすすめしたい開運アクション、そして明日17日18日に特にやっておきたい開運アクションの上級編について、最後に見るだけで浄化されて開運する遠隔参拝エネルギー動画についてのお知らせをさせていただきます。それでは明日17日、明後日18日の一粒万倍日の特徴について皆さんにシェアをしたいと思います。一粒万倍日は文字通り一粒が万倍となる日と書きますので、小さな一歩が大きな結果となって物事が実りやすい、そんな意味が込められているとても縁起のいい開運日のことなんですね。ここ最近は開運日がトレンドになってきているということもあって、一粒万倍日は特にテレビや雑誌、SNS でもよく目につくようになったと思いませんか？一粒万倍米とか一粒万倍酒なんていうのも出ているくらいで、最近は注目されているんですよね。この一粒万倍日の根拠は陰陽五行から来ていまして、面白いことに専用占星術でも幸運の星とされている木星の公転の周期が由来なんです。なので適当に決められているわけではなくて、ちゃんと星読みで計算されているということなんですね。で、一粒万倍日はこの日にアクションを起こすとどんな願いも叶いやすいと言われる嬉しいご利益がありますので、願い事を叶えたい人とか計画してきたことをいよいよスタートしたいと、そんな方や諦めたことへの再チャレンジなんかにもサポートを受けられやすい人気の開運日なんですよね。そして六曜についてなんですけれども、17日は赤鉱、そして18日は戦勝ということでもありますので、少しこの赤鉱や戦勝の特徴もシェアしたいと思います。はじめに17日の赤鉱についてですけれども、これ実はですね、1日の大半が強要素を含んだ日でもありまして、特にお祝い事なんかは控えた方がいいなんてことも言われています。ただし11時から13時の時間帯が吉時間とされていますので、六曜も日々取り入れられているような方でしたら、この2時間の間にアクションをされてみるといいと思います。強要素についてなんですけれども、怖いなって思ったり心配される方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、強要素を含む物事は何事においてもそれぞれの捉え方次第だと思っています。絶対にこれをしちゃいけませんとか、家でじっとしていましょうといったようなことじゃなくて、調子に乗りすぎたりだとか、あまりにもリスクを試みないような行動には気をつけましょうという、そういうメッセージなんですよね。これは浮上準備にも言えることなんで、不安を煽るようなものとしてではなくて、すべてあなたの人生にとっての大切な有意義なメッセージとして活用していただければなと思います。そして18日は戦勝です。戦勝は先んずれば勝つという意味が込められていますので、大切なことは午前中に早めに物事を済ますことで、さらに嬉しい引き寄せが起きやすいと考えられています。これは六曜を信じる信じないに関わらず、どんなことも後回しにはしないでおきたいというところではありますよね。何事も後回しにしてしまうと気持ちも物事も停滞してしまいますので、大切なことは早めにやりましょうというメッセージとして受け取って活用されてみてください。ということで明日と明後日の特徴についても少し分かち合いをさせていただいたんですけれども、では一粒万倍日にはどんなアクションがおすすめなのかという話を今からしていきます。一粒万倍日は新しい事業やビジネスのスタート、開店開業、
あと仕事始めや転職活動や就職活動、面接を受けるといったこともいいですね。あとは求人の募集をかけるとか、新しい商品やサービスをリリースするとか、ギャンブルではなく健全な投資をしたりだとか、資産運用を始めたりだとか、銀行口座を開設したり、ホームページや SNS の開設をするとか、ビジネス用のアカウントを取得するのも吉とされています。あと寄付とか募金とかボランティア活動をするのも、自分も他人も幸せになれるとっても素敵なアクションなんじゃないかなと思います。他にも気になるセミナーやプログラムに申し込みをするとか、人生が良くなる前向きな一歩を踏み出してみてください。あとは常にお伝えしている掃除や断捨離ですね。19日が満月なんですけれども、この満月のエネルギーが強くなっていきますので、この日にかけて浄化や手放しを意識されるとすごくいいと思います。この開運日には今回はぜひ断捨離や掃除といった物質的にも精神的にも軽やかになるアクションはすごくおすすめです。それから年末に向けて大掃除を始められる方もこの時期いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、大掃除を一粒万倍日から始めてみるのもすごくいいアクションだと思います。いつもはやらないところの掃除は特にその場の気を浄化して引き寄せ力を高める手助けにもなりますので、さらに運気アップが見込めるんじゃないかなと思います。ぜひこのダブル一粒万倍日から大掃除をスタートしてみるのもいいんじゃないかなと思います。それからもう少しでやってくるクリスマスに向けて気になっている方も多いかもしれませんけれども、一粒万倍日にプロポーズや告白で愛を伝えることも吉とされています。それに向けたプレゼントや指輪の購入、結婚、入籍、結納、あとご家族への挨拶といった婚姻に関するアクションもいいタイミングなんじゃないかなと思います。恋愛を成就させたい方は勇気を出して相手に気持ちを伝えたりだとか、素敵なパートナーが欲しい方は自分磨きのための自己投資をするのも前向きな意図でいいと思います。どうでしょうか、何かやってみたいアクションありましたか。今回シェアしなかったものでも、あなたがご自身の人生の発展のためにやりたいと思ったことがあれば、ぜひ実践して運気アップを狙ってみてください。それでは明日の一粒万倍日にぜひやっていただきたい開運アクションの上級編を今からお伝えします。明日明後日の開運アクション上級編、それはお歳暮を選ぶ、お歳暮を送るということです。日本では1年お世話になった人に感謝を込めてギフトを送るということをやりますよね。ちょうど今のタイミングはお歳暮を送る時期ですけれども、このギフト選びも送る対象の人の顔を思い浮かべて、この人喜んでくれるかなとかね、何を送ったら喜んでくれるかなと、そういうふうに考えながら選ぶと思うんですよね。でこれ自体日頃の感謝を再確認する素敵な習慣ですよね。これはこの時期限定のアクションですから、ぜひこのタイミングでこの1年お世話になったあの人に感謝と愛を込めてお歳暮を送ったり、品物やプレゼントを選んでみてはいかがでしょうか。やっぱり運は人が運んできてくれますからね。今だとネットからでもお歳暮を選んで直送してもらえるような時代ですので、昔よりも気軽にできるんじゃないかなと思います。はい、それでは今日最後のトピックですね。スマホで見るだけなのに不思議と開運してしまう遠隔参拝動画のお知らせをしたいと思います。明日17日の遠隔参拝動画は兵庫県加西市の相模寺のエネルギー動画、そして明後日18日は東京都港区の愛宕神社の遠隔参拝動画をそれぞれ朝9時頃にお届けします。遠隔参拝エネルギー動画はスマホ版の YouTube アプリから視聴ができるようになっていますので、このチャンネルに登録していただいた後、スマホのアプリからプロフィール写真をタップすると遠隔参拝動画がスタートします。ただ見るだけでリアルな参拝をしているのと同じエネルギーが流れるように設定してありますので、ぜひ運気アップにお役立てください。はい、というわけで今日は17日18日のまたまた2日連続でやってくるダブル一粒万倍日をさらに楽しんでいただくためのお話をさせていただきました。何か参考にしていただけましたら嬉しいです。この動画が役に立った、面白かったという方はぜひいいねとチャンネル登録お願いいたします。冒頭でもお伝えしましたけれども、ギネスすごくないですか。ギネス取れるんですよ。みんなで取りましょう。それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。スピーチャーリッチ三輪がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。